スイカズラは、スイカズラかスイカズラ族の常緑ツル性目本。別名、人道や金銀化。和名スイカズラの名は、スイクズの意で、細長い花筒の奥に蜜があり、古くは、子供が好んで花を口に加えて甘い蜜を吸うことが行われたことにちなむ。砂糖のない頃の日本では、砂糖の代わりとして用いられていた。スイカズラの英名ジャパニーズハニーサックルも、鼻筒をちぎいて、 蜜を吸うところから生まれた名前であると言われる。別名は、金銀花、蜜花、水花。葉や中国植物名は、人道と言い,い、冬場を耐え忍び、枯れずに残ることからこの名がついている。異名である、金銀花は、花色が白から黄色に変化することに由来する。花言葉は、愛の絆。日本全国のほか朝鮮半島、中国など、東アジア一帯に分布し、 各地の平地から山野の林園や道端によく見られる。庭や垣根にも植えられる。欧米では干渉用に栽培されるが、また広く野生化し、特にアメリカでは外来種として、クズと共に森林を追って打撃を与えるなど問題となっている。花期に乾燥しない場所で、日当たりの良い場所を好むが、大貧性もある。常緑、または繁盛緑のつる性低木。 木質のツルで茎は分岐しながら長く伸びて他の植物に絡みつき他のツル性植物と比べて穏やかに繁茂してゆき長さは10メートルほどにもなる若い茎は細くても丈夫で毛が密生し排斥活色をしているが2年以降の茎は太くなるとツルの髄は中空になり樹皮は縦に細く裂けて剥がれて肺活色を帯びる葉は耐性し陽芯は 卵形から楕円型や長楕円型で、長さ3から7センチメートル幅0.7から4センチメートルあり、傭兵は長さ3から8ミリメートルある。葉の形は成長過程や季節によって変化があり、春の若葉は縁が波打って、う上の切れ込みがあり、夏は全縁で先端が少し尖る。また、陶器は厚めの養身になり、地面に少し巻いたような形になる。 葉の裏面に多く、表面は少ない。枝先の葉は越冬する。花期は5から7月で、葉液から花が2個ずつ並んで咲き、夕方から甘い香りが漂う。つぼみは薄紅色。咲き始めの花は白色をしているが、充粉するなどして徐々に黄色くなる。そのため、一つの枝に白い花と黄色い花が同居することが珍しくない。花弁は細い筒状で、 ロート系の花冠の長さは3から4センチメートル。先の方は上下2枚の唇状に分かれ、上唇はさらに浅く4列し、下唇はヘラ状である。果敢の頭部に甘い蜜がある。おしべは5個で長く突き出しており、めしべの下中は1個で長く突き出て、10分前の中等は丸く緑色である。花の基部には葉のようなツトが付く。 柿は10から11月。果実は液化で、休憩の実が2個ずつなる。果実の直径は5から7ミリメートルほどで、先端には額の残骸が残る。若い果実は緑色をしているが、黒く熟する。花や形容は、薬用や食用、また染料になる。棒状のつぼみは、金銀毛という木薬。秋から冬の間の形容は、人道。 人道富士という木薬で、共に、利尿、献衣や下熱作用、上血作用があるとされ、人道には修練作用もある。漢方薬としても利用される。金銀花にする花は、春の開花前の蕾が良く、梱包状のものを採取して、連日乾燥させる。また人道は、葉がついたままの茎を、夏季から成果までに切り取り、水洗い後1センチメートルほどに刻んで日干しする。 民間では、熱がある風邪などに、金銀花や忍道をついた治療10から15グラムを、水 500cc で半量になるまでとろびで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。幹部に、熱はなく冷えている人への服用は禁忌とされている。忍道茶としての引用もよく、腰痛や湿疹、汗もなどの浴頭量として、固定に入れた軽用を風呂に入れてももよい。かつては、 金銀花を使って、人道酒を作った。新芽や若葉は、山菜として食用になり、摘み取って、軽く茹でた後水にさらし、おひたしやも物、油炒めなどに調理される。葉は、日陰で3から4日ほど陰干ししてから、唐入りしてお茶代わりにもできる。花は、そのまますのものにできる。スイカズラ属には180種あり、日本には20種ばかりあるが、多くは低木である。 鶴るのものとしては、浜人道エルはフィネスと木立人道エルハイポグロカがある。いずれも分布が限られ、より南部に生育するものである。ありがとうございます。